令和5年3月23日木曜日10時に仙台市の都市計画道路宮沢根の白石線南鹿島駅船町工区が開通しました。今回の開通により仙台駅東側を南北に貫く大動脈が完成し、市内中心部の交通混雑緩和が期待されています。左側の国道286号へつながる予定の新宮沢橋ができるのはまだ当分先と思われます。東北新幹線が高架下には東北本線が交差しています。
3月25日開通の東北道、都合スマートインターチェンジでは受付した結果、4号車となり、翌26日開通の日本海東北道、胎内スマートインターチェンジでは、1番乗りの抽選に当選しました。次回は2本編集予定なので、乞うご期待。